コンビニで買った炒め野菜ミックス。水が切れちゃう。ハスが折れてました。ベビースターみたいな。3枚重ねれば見事にね、チャーシューになるわけですよ。あっ、鍋を用意して水をトゥクトゥクと入れていく。こいつらを炒めてみます。まあ大体なんだろうな、人参が結構柔らかくなるまでかな多分。あかん、水が切れちゃう。入れすぎたかな。そして見てください。残念なお知らせです。箸が一本折れてました。はい、なので今日は箸で食べれません。だいぶクタクタになってるから、ちょっと試しに人参食べてみます。あ、いいね。もうフォークの刺さりようが素晴らしい。あ、素晴らしいやん。うん、美味しい。すごくね、野菜の匂いがプンプン漂っております。そしたら続いてこちらです。北海道の道の駅で買ってみました。熊出没注意ラーメンだそうです。はい、これを使って今日は味噌ラーメンを、ね、作っていこうじゃないかというわけですね。はい、お前ベビースターみたいやな。これをしっかり浸らせて、ちょっと野菜多いからね。4分半茹でてください。そうだ、そして3分半経ったところで麺を軽くほぐしてください。そうです、じゃあ一旦さよなら。それでは3分半後にまたお会いしましょう。はい、それでは3分30秒経ちました。麺をほぐしていきます。野菜とね混ざるように。いや、味噌ラーメンだからちょうどこの野菜もいいんじゃないでしょうか。じゃあもうしばらく待つ。はい、じゃあいい感じなはずなので、味噌だれを最後にかけていきます。ほっほっ、まあ、僕が熊にね出会った記念ですよ。熊に出会ったからこそ食べて良い熊出没注意報ラーメン。最後にね、こちらチャーシューを乗せていきたいと思います。ハムじゃないって思った方いらっしゃるかと思うんですけども、ハムをですねこうして
3枚重ねれば見事にねチャーシューになるわけですよ。ほらよっと。はい、完成でございます。熊出没注意味噌ラーメン。今日は完全に買い忘れてたんですけど、近くにもお店がないということで、お酒ではなくリアルゴールドで我慢してします。はい、では乾杯。うめえ。早速いただきます。熊出没注意報ラーメンですね。名前長すぎて毎回なんか言うのめんどくさいな。ハムだわ。ハムでした。でもうまい、うまいね。やっぱ野菜だけじゃなくてしっかりとこう肉もあるあたりが嬉しいね。フォークだからパスタ形式で食べるってのもありだね。にして正解でした。あの熊出没注意報ラーメンの元で醤油もあったんですよね。まあ醤油でも全然合うんですけど、やっぱこう野菜に対しては味噌の方が合うくないですかね。どうでしょう。僕は味噌の方が好きだで、醤油か味噌かで言ったらこの野菜とマッチする。これまで旅中にラーメンは、まあ、何回かやったことは、まあ、実際あるのね。でもその時は本当にもうラーメンとラーメンの素だけで作った何も具がないラーメンという、うん、質素なものを食べてたわけですよ。それに比べてこう野菜とハム、あ、チャーシュー、いやハムですね、ハムを入れるだけでこんなにもうめえかっていう。ビールが良かった。ビールが良かったです。今日はね、北海道のえりも町ってところの百人浜オートキャンプ場ってところなんですけども、あの北海道って
こんなかなんつうダイヤみたいな形じゃないですか。それのなんであとここにちょびっとこうねある感じ、それのこのダイヤの一番下のところに襟裳岬っていうのがあるんですよね。そこの町のオートキャンプ場、うん、なんで明日その襟裳岬ってとこに行く予定で、こっからあと10キロくらいかな、うん、進んだところに襟裳岬があるんだけどね、今日はここで泊まって一泊するという予定ですね。今日だいぶさ進んだんですよ。あの僕昨日再出発してその2週間くらいブランクがあるんですよね。一旦休憩してて、まあ、ちょっとその理由をあのちょっと動画他の動画でも出してるかもしらんし、うん、今度出すかもしれないので、それはそれ理由とかその時話そうと思うんですけど、うん、だからだいぶブランクでね、昨日30キロくらいしか走ってないんですけど、すげえ今日朝さ筋肉痛で、だから今日朝からもう筋肉痛がひどくて、特に太もものね、うん、で今日はさ90キロ近く走ったんですけど、まあ、すごい疲れたわけですね、うん、そんな夜にこんな豪華なラーメンを食べて超回復できるっていうのがありがたき、まず幸せ。スープにはさ味噌だけじゃなくて野菜の味もしっかり染み渡ってるから、もうスープマジうまい、うん、野菜もさやっぱ一人旅だと例えば丸々1個買っちゃうとなかなか使い切れんじゃんね、まあ、せめてなんか1種類1個とかだったら使い切れるかもしれんけど、特に今日なんてもやしとか人参とかピーマンとかキャベツとかいろんな種類が入ってて、それをこうね一個一個買ってたら全部使い切れんし、でそれでなんか持ち運ぶってなったら荷物になるし、だからこう多分袋でね千切りに元からされてるやつを買うのは多分おすすめするね。こういろんな種類の野菜を入れたいなら、美味しかったな。ではごちそうさまでした。